速稼塾の久保です。もうね、私も逮捕経験があるんで全くわからないわけではないんですけども、私の逮捕経験とは全くね、これね、質も違うしレベルも違いますね、カルロス・ゴーンさんの今回の件は。で、堀江貴美さんが動画を出されていたんで、私もね、あ、そうだ、ブログを見ればいいんだってことでブログを今見に行ったんですけども、これね、読むにね、もう本当胸が詰まりますね。そしてすごい恐ろしいものを感じます。で、私たちにはもう抵抗する手段がありません。あなたもですよ。あなたも抵抗する手段がないんですよ。どんなことをしても私たちは何者かの圧力とかね、権力によってもうね、もう首に縄をかけられているような状態ですよ。だから目立たないようにそこそこ服従しながら生きていくしか、私たちが自由をね、限られた自由を獲得するじゃん、する手段はないのかなと思いますよね。もうこのね、この権力構造に睨まれたら終わりです、はっきり言って。怖いなと思いましたね。で、なんとなくは都市伝説のように感じていましたけども、今回のブログってのは極めつけですね。これ以上のブログが誰に書けるんだろうかというふうな思いでございます。ちょっとこう詰まりながらですけども読まさせていただきますので、興味がある方はね、読んでみてください。この後の動画つなげますんでよろしくお願いします。はい、それではですね、ブログの方を直接読んでみようかと思います。タイトルは1月4日に書いた彼が見たものというタイトルでね、これが高野隆さんが書いたライブドアブログになってます。アフィリエイトをつけてるわけでも何でもない、本当にね、淡々と書いている文字だけのブログですけども、内容はものすごくね、芯に詰まったものだと思います。どこを読めばいいかってことなんですけども、会話のところをね、追ってみるだけでもう十分ね、背筋が震え上がると思います。こういうふうに書いてますよね。これゴーンさんなんですけども、そんなことで公正な裁判は期待できるんだろうかっていうふうに弁護団に聞いてるんですよ。そうすると弁護団、こういうふうに答えてるんですよね。弁護士さんは、残念ながらこの国では刑事被告にとって公正な裁判などを期待することはできないって書いてるんですよ。法律を守るべき立場の弁護士さんがもうこういうふうに失望してるんですよね。で、こういうふうにカルロス・ゴーンさんに漏らしています。そして次が衝撃的です。裁判官は独立した司法官ではない、三権分立ってのはどこに行ったんでしょうね。官僚組織の一部だっていうふうに断言してますよね。そして次です。恐ろしいのが、これがね、 N 国党の立花隆さんも同じようなことを言われてたと思うんですけども、日本のメディアは検察庁の広報機関に過ぎないね。え、怖いですね。で、そしてさらに、しかし多くの日本人はそのことに気がついていない。私もそうですけども、皆さんも多分ね、気がついてないというかピンとしてないと思うんですよ。あなたもそうだと、これカルロス・ゴーンさんにあなたもって言ってるんですよ。20年間日本の巨大企業の経営者として働いていながら、日本の司法の実態について何も知らなかったでしょっていうふうにゴーンさんに言ってますよね。そしてゴーンさんは、いや、考えもしなかったよっていうふうに言ってるんですよ。逮捕されたらすぐに保釈金を積んで釈放されると思っていたのかっていうふうに弁護士さん聞くと、カルロス・ゴーンさんは、もちろんそうだよ。そういうふうに答えますよね。カルロス・ゴーンさんは世界の司法を知っている方ですよね。で、日本の司法についても同じだというふうな先入観で捉えていたんでしょう。でも日本だけは独特だったんですよね。イギリスでもアメリカでもヨーロッパでもそれが当たり前だ。20日間も拘束されるなんてテロリストぐらいでしょう。でもこの国は違う、日本ですよ。テロリストも盗っ人も政治家もカリスマ経営者もみんな逮捕されたら23日間拘束されて、毎日5時間も6時間も、時には夜通しで弁護士の立ち会いもなしに尋問を受け続ける。罪を自白しなかったら、その後も延々と拘禁され続ける。誰もその実態を知らない。もちろん逮捕された人以外は知らないですよね。みんな日本は人権が保障された文明国だと思い込んでいると。で、そうするとですね、カルロス・ゴーンさん、公正な裁判は期待できないなっていうふうに落胆してるわけなんですよね。そして弁護士さんもそれに、かぶせていますね。それは期待できないと、公正な裁判が期待できないっていうふうに言い放ってるんですよ。しかもこのブログに公開の場で書いてるんですよ。しかし無罪判決の可能性は大いにある。私が扱ったどの事件と比較してもこの事件の有罪の証拠は薄い。検察が無理して、訴追したことは明らかだ。そう、無理してるんですよ。これ本当検察はね、とにかく有罪にしようと思ってあの手この手で知恵を巡らしてるんですよね。怖いですよね。魔女裁判みたいなもんですよ。魔女裁判っていうのは中世の時代に行われましたけども、誰でもいい適当な人を魔女にしといてですね、自白するまで拷問を続けるんですよ。
で自白したら処刑、拷問の末に処刑、どっちにしてももう死んでしまうんですよね。あれがあれと似たようなことがこの国でも行われてるってことがね、この文章から見て取れるんですけども、いかがですかね。続けます。我々は他の弁護士の何倍もの数の無罪判決を獲得している。弘中さんも河津さんも有名なホワイトカラークライムの裁判で無罪を獲得している。だから我々を信頼してほしい。必ず結果を出してみせる。っていうふうにですね、私は思っていることを正直に伝えた。彼は納得してくれたように見えたというふうに語っていましたね。そしてこの辺はね、本当に読むこともね、私言葉が詰まりますよ、ここは。しかし手続きが進むにつれて彼の疑問や不安は膨らんでいったようだ。一向に進まない証拠開示、証拠の一部を削除したり、開示の方法に細かとした制限を課してくる検察、弁護人に対しては証拠の目的外使用を禁じる一方で、やりたい放題の検察リーク、これですよね。弁護人の詳細な予定主張を真面目に取り上げないメディア、メディアもね、結局は警察の出先機関なんですよね。メディアっていうのは検察とかこう権力をね、監視する役割を与えられているのに、権力の手下になってしまってるんですよね。もはや正常なメディアっていうのは、まあ、堀江貴文さんのとことかね、 N 国党とかあの辺だけになってしまったんじゃないかなっていう気がしますけども、ちょっとこの辺は私分かりません。控訴棄却申し立ての審理を後回しにしようとする公判裁判所、まあ、裁判所もグルということですね。いつまでも決まらない公判日程、嫌がらせのようにつきまとい続ける探偵業者などなど、彼は苛立ちの表情を見せながら私に質問してきた。しかし徐々に質問の頻度は減っていった。要するにもう聞いても無駄だっていうふうに諦めてきたんですよね。もうカルロス・ゴーンさんなんてやっぱりね、すごい方ですよ。勉強熱心で、しかも精神も強いと思います。でももうこういうふうな状況になってしまう。これがね、カルロス・ゴーンさんではない普通の人とか少々の成功者だったら、あっという間にもう折れてるでしょうね。うん。まあ、特にね、家族と会えないっていうのは、これ人質に取られてるもんなんですよ。うん。国際人権規約に違反することが明白な保釈条件が、どんなに手を尽くしても解除されないことに彼は絶望を感じていた。もう私もね、読みながら涙が出そうでございます。これは刑罰じゃないか。一体いつになったらノーマルな家族生活を送ることができるんだ。推定無罪の原則ってのはここにはないですね。しかも証拠とも言えないような証拠について尋問されている、まさに魔女裁判みたいなもんです。この正当な問いに私はきちんと答えることができなかった。努力するとしか言えなかったと。弁護人弁護団の方のね、心情も察するにあまりありますよね。では見てください。弁護人の事務所で弁護士立ち会いの上でわずか1時間ズームでキャロルさんと会話することすら認めないという裁判官の決定を知らされた時、彼は力なく OK ということだけだった。怒りの表情すらなかった、それが12月初旬のことであったということですね。でクリスマスイブの昼下がり、島田一裁判官が1ヶ月ぶりに認めた妻との1時間のビデオ面会に私は立ち会った。この権限が裁判官にここまでのことできるんですかね。一人間としてどう思ってたんでしょうか。この方は仕事だから仕方なくやったんでしょうか、それとも進んでやったんでしょうかね。二人はお互いの子供たち、親、兄弟、姉妹、その他の親類や友人、時間が経とうとするとき、彼はノートパソコンの画面に向かっていった。まあ、ここもね、本当になんか読むと私はね、涙が出そうですね。読みませんも。私は日本の司法制度への絶望をこの時ほど強く感じたことはない。ほとんど殺意に近いものを感じたと、まあ、弁護士の方は言われてますね。そしてカルロス・ゴーンさんにこう言ってます。カルロス、とても申し訳ない。本当に日本の制度は恥ずかしい。一刻も早くこの状況を改善するために私は全力を尽くすよ、というふうにこの公開のブログでこういうふうに書いてるってことはもうね、本当に何とも言い難いですよね。自分が関わっている司法に対してとてつもないもう不信を感じて、もう書かずにはいられなかったんだと思います。もうね、これをね、理解できる方も少ないと思いますけどもね。返事はなかったね。ここでもう、ここまで尽くしてくれてる弁護士さんに対しても信頼がなくなってしまったというふうにお互いに失望をここで感じたんでしょうね。彼は私の存在などないかのように次の予定を秘書と確認していたということですね。でここで見てください。彼がこの1年余りの間に見てきた日本の司法とそれを取り巻く環境を考えると、
この密出国を暴挙、裏切り、犯罪といって全否定することはできないということだと。要するにもこれはね、彼の権利を守るために残された手段としてもう仕方なくやったということ。だからこう、カルロス・ゴーンさんがもうこれはね、犯罪だとか裏切りだとか暴挙だとか言えないよと。彼らと同じことができる被告人はほとんどいない。そう、カルロス・ゴーンさん以外だったらもうこれね、司法の言いなりになるしかないですよ。カルロス・ゴーンさんのように人もあって知識もあってお金があるからできたことですからね、こう書いてますよね。で、同じような状況で同じような財力とか人脈があったらみんな同じことすると。少なくともそれを考えることだろうとは想像に難くないとあります。最後にこういうふうに書いてます。確かに私は裏切られた。しかし裏切ったのはカルロス・ゴーンではない。要するに日本の司法に裏切られたっていうことをこの弁護士さん言われてるんではないかなというふうに思います。最後にこういうふうにも書いてますけどね、もうこれあえて私は読みません。もうこれはね、心の底から出た言葉なんではないかなと私は思います。ということですね。もうね、言うことはないですね。私なんかこう反転期で言うような話すような内容ではなかったと思いますけども、まあこういうことが起きてるんだということですね。もう誤解を恐れずに言いますけども、ゴンさんは私はね、はめられたというふうにしか思いません。ねえ、どうでしょうかね。あとはね、時間が真実を明らかにするか、もしくは時間が真実を覆い隠してしまうか、歴史の闇ですね。はい、では以上でございます。一旦ですね、カルロス・ゴーンさん関連の私からの発信はこの辺にしておきたいかなと思います。とにかくね、カルロス・ゴーンさんについて私はね、本当に飛びつきたいぐらいの気持ちがありますね。なんかゴーンさんにとって対しても、日本人として恥ずかしいというかね、カルロス・ゴーンさんは日本を救いに来てくださった方なのに、こういう仕打ちはないだろうなと返す返す思いますよね。大げさに言えば日本の経済を助けてくれたと言ってもいいぐらいの方だと思います。私もね、日産の車好きでございました。セドリック・グロリアとね、乗ってきました。途中からね、トヨタのセルシオになっちゃったんですけどね。で、現在はトランザムでございます。あまり関係ないですけどね。以上です。失礼します。